ははいはいどうも皆さん、こんんにちは浦島です、えー、皆さん今週はいかがいお過ごしだったでしょうか。えー、今日はですね、えー、と土曜日、えー、と9月26日土曜日10時27分ということですね。えー、私、サラリーマンはですね、えー、月曜から金曜まで仕事を終えて、えー、とやっとゆっくりできるあの朝となっております。 え先ほどですね、あのー、ルタンちゃんのですね送っていただいたコーヒー豆を引きましてですね、えー、大変美味しいコーヒー豆をいただいております。そうですね、えー、っといつもですね私のこの拙いあの YouTube のコメントをいただく方もいつもありがとうございます。 感謝の気持ちを込めてですね。あと、最近のコメントいただいた名前を読ませてください。えー、いつもコメントいただく、ナンバースリーのおじちゃん。ナンバースリーのおじちゃん。あの、発達乳がんはるちゃんのお父様ですね。えっ、ー、と、今日も夜勤をされてるのでしょうか。えっ、ー、とですねあの、いつも楽しいおじちゃんコメント、ありがとうございます。ありがとう。これからもよろしくね。 あのバイクの話とかまたしてくださいね。えっ、ー、と、それからですね、えっ、ー、と、アスカバブちゃん、いつもありがとうございます。僕、本当にバブちゃんのあの小さい体で、めっちゃパワーがあるあの姿。とってもですね、あの好感を持てて、あのとってもニコニコして見ています。あの最近はですね、あの、 口、口で出てくるあのビーンって響くやつ、ブヨン,ヨンヨンヨンっていうやつですかね。あれもすごくあの僕はびっくりしましたよ。ということでですね、あのー、はい。えっ、ー、と、バブちゃん、これからもいろいろ楽しみましょうね。<laughs> それから、チトチトちゃん、えーと、この方はですね、大変大人な感じで、あの気の利いたコメントをさっとく,れくださったりするんですけどね。 それってあの魂のつながりみたいな感じを感じますね。えー、そうですね。とてもかっこいい方だと思います。ですみませんね。私ごときはこんなこと言って。であとは、ロサンゼルスのあこちゃん。えー、今はですね、おそらく4時とか5時とか夕方ぐらいじゃないでしょうかね。えー、と思いますけど、はい。 いつもですね、あの YouTube では大変あの私たちにあの意識の中のいろんな変化をもたらしてくれるあの気づきをいただいてくれますよね。ということで、大変深い意味のある、そしてあのやっぱり笑顔が楽しいですよね。あのやっぱり笑顔が大事ですよね。はい。やっぱり笑顔で話を引き込んだりとか、人の気持ちを豊かにする。そういったあのいいですよね。笑顔大事ですよね。それだけでも本当 参みんなでこうなんかこうねカフェ行ってお茶したりとか飲んだりしたいですよねっていう風に思いますよえっ、ー、とあと松つあちゃんピアノピアノの先生ですかね でまあ、いろんなことをきっとされてるんだと思うんですが、えー、とピアノのセンスとかもいろいろ本当ね素晴らしいですよねいろんなことを積み重ねていろんな技術を持たれてる方っていうのはですね本当、えー、多彩な方があのこの「おさむチャンネル」には皆さんいらっしゃるんですよね本当は音楽のコラボの時も積極的に参加してくださってですね 本当、あの、皆さんの、あの、協力体制というか、えー、そんな感じには、私も本当、その時も感動しております。ということですね。はい。松田ちゃんも見てますか忙しいですかはい、次。えっ、ー、と、今度は、これ、モントリオールの方ですかね。京子 T ちゃん。京子 T ちゃん、いつも見てくれてありがとうございます。 えなんかね、一番初めの頃に、おさむチャンネルで、えっ、ー、と、京子ティ T ちゃんの帽子をあの,の関係のブログと、それから僕の YouTube のことが2人、2人がちょうど一緒にこう紹介された回があったんですよ。だいぶ前ですよ。何ヶ月か前に。で、まあ、京子うこ T ちゃんはね、僕たちがまるで同級生みたいだねっていう風なメールをいただいたんですけどね、そういった感じでですね、なんかこう、そういう共通の意識をいただく、あの、持っていただくって、すごくこう、ね、 なんかこういいですよね。ということで、いつも、はいょうこティーちゃんもありがとうございます。それから、えっと、なるせなるなるちゃん、なるなるちゃんなんて言って申し訳ないですけど、あの私よりは年上なんですよね、10も上じゃないと思うんですけど、で、まあ、今あ、の家の壁をこの間、ちょっとこう、ブロック塀をちょっと積み上げて作ってみたりとか、あのリビングにもすごく大きなテレビが。 なんかありましたね。ということで、あの豪邸に包まれているんでしょうか。うらやましいです、なるなるちゃん。ということでですね、えー、まあ、村島ろのこのマンションは、あの、普通のマンションで、こう、築25年過ぎてますけど、あの、まあ、自分の好きなですね、ものを置いてですね、ファイヤーキングだったりとか、ね、昔かぶってたヴィンテージのヘルメットをかぶったりとか、えー、まあ、あとインテリアもね、ちょっとこう、ボタニカル風なものをこう置いたりとかですね、まあ、そんな感じで、あのー、 まあ快適に過ごしていますよ、僕も。っていう感じですね。えーまあ、なるせなるなるちゃん、いつもありがとうございます。といことですね。ああと、なるせませんね、みのむしちゃん。 ミノムシちゃんは、ですねおそ、あのー、らくですね私と、あのー、私はあのー、製造業だったりするんですけど、そういった同じような業種にいらっしゃって、であのーまあ、そうですねなんとなく親近感がやっぱり同じ環境の中で一生懸命この世の中を生きているというところがですね大変親近感を得ていますし、えー、とまたね、ねなんか機会があったら飲んでみたいですよね。 あのいろんなこういったおさむチャンネルの中の話とかおさむちゃんが話す内容についてどこまで自分がこう生かしてどういうふうになっているかとかそんな話とか自分の変化とかっていうような話もしてみたいですよねえー、まあこれからの、えー、製造業僕たちは一体どうなっていくんでしょうかえー、大変こう加工気味になってることは分かってるんですけどまあどうなっていくんでしょうねっていう感じですねはいみのむしちゃんもありがとうございます あと、池田忠さん。あのー、いつもコメントありがとうございます。えー、とてもですね、あのー、僕の YouTube をよく見てくださってですね、コメントいただいているの、感謝してます。えー、ほんとね、みんなでね、楽しみたいですよね。はい。えー、と、あとはあ、京都のたまちゃん。たまちゃん、会ってないですけど、まだ。電話では話しましたよ。電話で話しましたけどね。えマたまちゃんはね、すごくあの、なんて、 っていうかやっぱり IT 関係されてたっていうのもあって今、京都のたまる陰謀の,あの印鑑この間の、石松ちゃんが行かれましたねと、えー、いう話でですね、あのーま、なんていうかね、すっごくあの頭の切れる方なんですよね、たまちゃんってね。 えだから僕なんかの凡人なので話をしていると何でしょう僕の心の中がもう見透かされてるぐらいにこうすごく痛いこと伝わるんですよいやもうねだからやっぱり人のこうどういう感じで生きてきたかとかその人の技量というかそういうのがもう別次元の方ですよえまあこんなこと突然相手に言ってもうんってんそんなことないですよって言うとは思うんですけどあの やっぱりね、私もあのー、そんなに人を見るにはあるつもりなので、えー、ちょっとたまちゃんと話したときは私ちょっとある意味何でもないことでもこう話してるときにその話の通じるスピードと理解で気の利いた返事っていうのをびっくりしましたあーまあそういうねやっぱり意識の通じ合いっていうのは人は喜びを感じる生き物なんだなとかそれがもう長けているっていうことはあのー、素晴らしいなと思ってですね えこれからもたまちゃんもよろしくお願いします。っていう感じですね。はい。いつもありがとうございます。えー、っと、あとはですね、たまあ、ちゃんといえば、たまちゃんのところに、この間、九州、福岡の石松ちゃんが行かれて、その後、広島にも来られたんですよね。えー、っと、まあ、石松ちゃんご夫婦が来られてで、もういきなり来られてですね、あの撮影から入ったんですよ。初めてお会いするときから。 説明から入ってですね私ちょっとあのびっくりしたんですけども、もどういう方かなんとなくあの知っていたので、あのもう全部あの、ね、あののね理解ができて、あの最後まで楽しくあの時間を過ごさせていただきましてですね、えー。楽しかったですね。えー、これもですね、おさムチャンネルの中独特の感じはちょっとあるとは思うんですが、そうですね、本当、なんかみんなね、 離れてはこう暮らしてはいるんですがあの気持ちはやっぱりねちょっと意識の高いところで気持ちみんなつながってるんだなっていう,うにあに私も感じているんですけどね、まあ、真ん中にはあの長嶋さん、ね、おさむちゃんがいるんですけどでそれは決してピラミッドというわけじゃないですけどまずはじ,めはじめに共通の意識をあの皆さんが持つために誰かがやっぱりいるじゃないですか でそうですよねムーブメントの第一人者がいりますよねでだからそういったあの長嶋ムさんという,こう方がいらっしゃってでそれにいいないいなって思う方がこう集まってでいいないいなって思うや方はやっぱりその魂が通じ合うことが早いので,で皆さんが一つになってこういろんなことをできるんですよねだから私みたいなこうアホがです、ね、ダンスのコラボしようぜと踊っても そ,のそこに通じる方がパッパパパッとこう集まってこう次から次へとダンスがつながっていくとかいうことなんですよね。えー、まあ皆さん自宅で1人で踊られるわけなんですけどだけどその踊ってる時にはもうその皆さんと一緒に踊ってるっていうのを意識してあの踊られて楽しみにしてあの動画を撮られたりしてるんですよね。えー、まああの音楽でやってもですね全部そうでしたよね。っていうふうに思うんですよね。 いや本当こういうことに私もですね貢献ができたことが大変、あのー、あの有意義で最高じゃないですかね。ということですね。今日は広島ですね。ちょっとあの朝晴れてましたけど、ちょっと今曇ってますね。窓を閉めて、今ちょっとこれ録画しているので、窓を閉めちゃうと、 結構暑いんですよ日差しだけがこう入ってきて、ですねだからちょっと今エアコンかけてます、あのめ久しぶりに割とエアコンあのかけましたけど、本当に今季節の変わり目なんでですね皆さん、風邪ひかないようにしてくださいね。 やっぱりね一番今いい季節なのでこの時期に風邪ひいたらもったいないですからねやっぱり一番気持ちのいいこの季節にですね窓を開けてオープンエアを楽しめる時期はあの体の状態も一番いい状態に保ってそしてこれから寒冬、寒い,寒いになった時にですねあの本当にいい状態であのやれば風邪もひかないですしねいう感じもしますし、ね、あのパンデミックの関係もまた気温が低くなると流行ってくるかもしれませんよね。 あのそういういいに思いますよあのどんどんあの春の上がるときにやっぱりパンデミックが流行りましたんでコロナがですね。で今度は気温が下がってきてるっていう状態が初めて今回向かいますので,でちょっとどういうふうになっていくかっていうこともあってですね。 コロナの関係もあのシャットトアウトしたいですよ、ね、っていう感じでやっぱりあの体の免疫をつけておくのが一番あの大事なことかなっていういろんな意味においてですね免疫をつけてあの健康にいればあの精神的なと,ところもですねあのやっぱり健康に過ごせますんでね全部体繋つながっていますからねあの体気をつけてねっていうのもあの頭の中も全部こう,うまくこう健康になろうねっていうような意味が含まれていると思うんですよね っていいう,うに思います、えー、あとですね、あとお名前たくさん呼びたいんですけどね、あと,とそうですよね、あね、例えば天空のカフェ。 来てくださったピロコちゃんとかねあの元気、えー、と竹内まりやの曲、毎日がスペシャルも歌っていただきましたけどね、あの歌もかなり上手な <laughs> すみませんね、僕、その人のことで歌もお上手であのすごくノリのある感じの歌を歌われてましたよね。えー、っていうふうに思ったりしてですね、はい、いつもありがとうございます、ピロコちゃん。ですねあとあ、小丸ちゃんですかね、小丸ちゃんはあの歌詞を。 あのいろんな方々の,あの気持ちとかいろんなものをそのヒントをいただいてでそこからあのその人があの思っていたであるその歌詞をですね自分の中で歌詞を温めてで考えてであのこれだっていうのがあのできて出来上がったものご自身が納得したものを YouTube でこうやって発信していくっていうあの,のがもう今何回目か言ってますでしょうね。 で、なかなかああいうですねあの、自分で納得してこうやって物事をこう発信するっていうところがですは、ねまあ、私もそうなんですけどね、基本はですね。でそういったことで,ですね、やっぱりいろんなああいう皆さんのこういうい発信っていうのがその人それぞれの好きなこととかそういったことがあのその人が一番輝くことだと思うんですよね。 で、まあ、例えばここ、恵子ちゃんもですね、もともとラジオパーソナリティもあって、で、やっぱりあの、こう、穏やかにこうね、バランス、あのリズム、リズミカルに話す、この恵子ちゃんの、この感じっていうのがですね。ただ、話す内容はいろんな内容でも楽しいですけど、で、それがこう、やっぱりこう聞く人に何かこうね、何かをこう与えてくれるとか、やっぱり笑顔がね。 もし顔が映ってなくてもこう笑顔がこう感じられるような声とか、そういうのもすごくいいですよね。っていうふうな感じですね。えー、困るチャンルるちゃん、ここけいこちゃん、いつもありがとうございます。はい、これ、チャットだったらいいですよね。あの、チャットとかで見えるのは、僕ちょっと調べてみたんですけどあの、ライブ配信ですよね、要するに。ライブ配信は、あのなんか、登録者が例えば1000人以上ないといけないとか、なんか書いてあったんですよね。 で、まあそういうのもあったし、ちょっとなかなか敷居が高いなと思って、私今チャンネル登録者が多分120人前後なんですよ。で、そこをですね、やっぱりこういうくだらない、この <laughs>、くだらない動画をするとこ人数が減っていったりするわけですよ。っていうもう減ったり上がったりの状態を繰り返してるので、一応今これ120ぐらいでい、とりあえずこう、なんていうかね、 あのー、一定の状態になっているということなんですよね。いうことですね。えっと、これ以上、まあ、疑問を持ったら、ちょっとなんか特別なことをしないといけませんのね、私もね。で、まあ、そうどうですね、何かでこうブレイクするしかないわけですよ。何かの話題、何か検索ワード、何かこう、今世の中人が欲しているものっていうところですね。っていう思うんですけど、ただですね、 あのー、私の話をこう例えばあなんとなく理解できるなまた聞きたいなって本当に思ってくださる方が、あのー、いらっしゃったらそれで十分ですよねって思うんですよ。えー、だからその人数の問題でもなくてなんか、あのー、すごい、あのー、登録者数も多くてで、あのー、どう言ったらいいんですかねでも あの配聴、視聴回数もすごく増えてるのに、コメントが全然ない、ほとんどないっていうような動画もあるんですよね、世の中にはですね。で、これってまあ一方的ですけど、まあ、たくさん聞かれてるんですけど、なんか双方向のやりとりがないので、なんかこう、うん、またちょっとこう違うスタイルだなって思うんですけどね。ええー。まああの広告収入とか得たりすることに喜びを得る方は、いいんじゃないかなと思いますけど、 まあね、広告収入ではまあ得たらまあええかもしれませんけど、知れてると思,思いませんかちょっと入ったぐらいで。どうですかねっていうふうに僕は思うんですけどね。まあ、ね、ちょっとこう、500万持ってるからとかね、ね現金500万今持ってる私のこれを、どうしましょう。何かこう、株とか何か何かにこうやって、あの倍になるような商品をこうね、 買,いま買ってなんかしようかなと思って例えば500万が、ね、1年後に1000万になったとしてもう大したことないですよねでもねそれ一時的にポンと上がってもって思うんですよそれよりあの自分に投資した方な自分に投資するようなあの後々つながるようなあのお金の使い方した方が僕はいいと思うんですよそれは本当に直接その自分自分に響いてくるお金じゃないですか 自分のための知識を得るためでその知識で今後何かをやっていきたいっていうのはすごく後につながって結局自分に投資してるわけですよねそれとかあのこう何かこう世の中に貢献するようなことにつながることを勉強するとかあとそういったもう行動をするためのあの架け橋になるこうどういったらいいんですかね伝達にするためのその機材を買ってみるとか そうですね何でもそうなんかこう何かするためにこうあのお金というものを使うということがですねやっぱり一番いいんだと思うんですよねお金を増やすためにお金を使って意味があるんですかっていうところですね、えー、そういうふうに思うんですよねっていうあすみませんちょっと余談になりましたけど まあね、今僕もいろんな、ね、こうも不動産のことでいろいろ喋って長嶋さんにこう行き着いていろいろ聞いているうちに、まあ、本質的なところは何かとか人の幸せは何かというところをですねやっぱりこう分かってきたというか、まあ、僕なりにその受け取ってきて もちろんいろんなことを知ることは大事ですよ、不動産とかいろんなことでも、自分も今、不動産をこれ所有しているので、それに対してあの最低限あの損をしないとい,いうのは必要じゃないですか、自分の身を自分で守るためにですね、あの世の中の,あの不動産営業マン、エージェントさんは、自分の利益しか考えていない方はたくさんいらっしゃいますので、でまだ ね、そういうことをよくしようと思って今ね、ラクダ不動産の方たちとかはそういったことを全く排除してあの営業、お仕事されてますよね。っていうようなことで、まあ、世の中全員がラクダ不動産のフ,ロフランチャイルドみたいにこうできてね、私もそうたらやりたいですよねっていうような感じ <laughs> <laughs> 思ったりするぐらいなんですけどね、あの桜事務所、広島事務所を作りましょうみたいな感じです。いいよく思いませんか っていうふうに思うんですけどね。例えばその私がその専門知識がな,ないとしても、そういった使える方々を全部チョイスしてですね、であのこう長島さんの経営理念っていうものをですね、あのいわ未来に伝えていくそういった自分たちのことだけなくてそれをね未来にどんどん伝えていくっていうあのそういったあのことをですね、あの駆け足になってですねやっていってっていうことはね素晴らしいと思いませんか。っていうふうにですね。 ということで、広島今事務所を立ち上げてるんですよねっていう冗談、半分冗談であるんですけど、気持ちはちょっと入ってますよ。ということがありますね。そうですね、あとはですね、はい。いつも、えっと、ジェシカちゃん、ありがとうございます。ジェシカちゃんはこの間 YouTube で、友達、千葉の友達の家にいらっしゃってですね、 友達がのなんか英語を喋れる、あ,まあ、みんな、ジェシカちゃんの友達はみんな英語を喋るみたいなんですけど、で、英語を、あの、なんかこう、なんかテレビにこう説明文が出ていて、英語が出たらいきなりこういつもですね、なんかあの、めっちゃ発音がいいんですよ。あの、ツイッターありますよね。SNS のツイッター。で、ツイッターってあの、普通ツイッターでわかりますよ。日本人の方。 今私ツイッターって言ったら、あ、SNS のインスタグラムとか、あ、ツイッターのツイッターだんって。これ通じないんですよ。通じないらしいんですよ。で、どういう、どう言うんだっけついだついだついだ でしたっけなんかそういう感じの言い方らしいですよ。僕、あの、映画すいません、あこちゃんすいません。<laughs> あの、変な言葉を聞かせてすいませんね。あのー、どういうふうに言うんかわからんですけど、なんかなんか通じないらしいです。ツイッターじゃダメみたいですよ。ということで、ジェシカちゃん、いつもありがとうございます。えっ、ー、と、あとはですね、そうだな、真面目のあっちゃん、いつもありがとうございます。あのー、山口県田伏っていうところに住まれてるみたいなんですけどね。 あ,のあっちゃん、真面目の真面目って書いてあったダンス動画に出たあっちゃんですよねで。あっちゃんはですね、あのすごくあの真面目な方なんですけど、どうですかね、本当に優しくてあの素直で人間らしいお方なんだと僕はなんとなく思っていてですね、あの本当ストレートな方だなっていうふうに僕は思っていますけど、えー、本当にいいお父さんなんでしょうね、うちでもですねあの。でもちょっとあの 家事はちょっと嫌だとか言ってなんかつぶやいてましたけどまあまあねそういう時もあるんですよですけどあのねもうちょっと子供がさんが大きくなったりして子供のお世話が大変だったのでも大きくなったらやっぱりあの,あの頃はね可愛かったなって思うようになるんですよねっていうことでですねあのそんなあんまりこうやっぱり手伝ってた方がね奥さんとのね愛情も深まりますよ という,ふうに僕は思うので、ぜひ歯を食いしばって頑張ってあの、真面目 T シャツを着てですね、いろんな家事とかお手伝いもあの仕事が終わってから頑張って、で、それからあの子供が寝たら、ね、あっちゃんもお休みにつくという感じであの今は頑張ってほしいと思います。応援してますよ、あっちゃん。あの僕も好きですよ、あっちゃん。 ですね、山口のタブセット広島はそんなに遠くないんでねあの、車で飛ばしたら2時間ぐらいで着くんじゃないですかというふうに思ってますけどね、えー。あともね、たくさんの方がいつも来ていただいてですね、サイドンちゃんもコメントいただいたりとか、N ちゃん、みきのんちゃんとか、りえー、リエちゃん、りえちゃん最近サムネイルちょっとお願いしないんですけど、僕の,あの天空のカフェとか、 あのゆりかご配信のサムネイルはあのりえちゃんが作ってるんですよ。あのりえちゃんがあの私作りましょうかって言ってくれて、あの筆ペンをまあ買ってきてですね、筆ペンであのこうゆりかごとかって書いて、でそれをあのなんか画像にできるんでしょうねという感じで、でバックあの好きなあの画像、JPEG かなんかの。 をまあ貼り付けてその上に筆で書いたのをこうっていうのができるんですよね なんかねそういうデザイナー関係のお仕事をされてるっていうことですね。やっぱりきっとセンスとか、やっぱり僕たちにはないものを持ってるんですよね。そういったいろんなものをですね、マッツージャのピアノだったりとか、あのそういうあの視覚的な効果を持つことに対してたけてる方とか、で、まあ、喋りの上手な玉ちゃんって、頭のいい玉ちゃんとか、ね、なんかそういったあのダンスの動画も前、あのってい,うかいろんな人のこの、 器用な部分とか得意なところをこう重ね合わせると素晴らしいパワーが生まれるんですよね。 っていうふうに私はちょっとあの感じていて、しかもみんなが同じ一方向にベクトを向いてるんで、それはまあの真ん中におさむちゃんがやっぱりあの中心に、みんなの意識にあるからなんですけど、っていうのがですね、すごく私はあのいつも、本当はあの今私が充実して生活できているのは、そういったあの意識がやっぱり頭の中にもあるので,で、その中で、まあ自分は自分としてしっかりあの生きていますけど、 っていう風な感じですね。今日はちょっとそういったことをですね、伝えたくて、この動画を作ってみたんですよね。ということですね。いつかのライブ配信でから、こう、なんかこう、皆さんがこう、チャットでこう、入ってきて、っていうね、乾杯とかしてみたいなと思いますけど、まあ、それあの、今、おさむチャンネルでやってるので、えー、あ、長島さんいつもおさむチャンネルとか、 あの本編もで、すすけど本編は勉強させてていいただいてますでおさむチャンネルは本当いつも楽しみにしていて、あの今日も楽しみにしていますけど、で今、あのもうパンデミックがですねコロナが落ち着いてきたので、ひお昼間ですね、いろんなところに移動されたりとか、あの配信もされて、まあ、それもあの元に戻ってきたということでね、あの いいことだと思うんですけどね。あの、まあ、このコロナの時,時にですね、本当、長島さんを知ることができて、で、皆さんを知ることができて、大変、あの、光栄ですね、あの、有意義な時間を過ごすことに、すごく、あの、私にとっても、あの、プラスになっているので、でえ、例えばこういった動画配信とかも絶対してないんで、あの、やっぱりそういう自己発信が大事ですよって、あの、気づかしてくださったことはですね、 あのけ皆さんも一緒だと思うんですけどね私個人的にもそういうふうに思っているのでということでですね、えー、今日はあなんか真面目に話したなそんなつもりではなかったんですけどあのー、まあ 今日もですね、土曜日なんで皆さん、あの、ご家族と過ごされたりとか、あの、いろんなね、自分の趣味のことに夢中になってみるとかですね、ね、趣味なんですか、絵を描く人もいるかもしれないし、YouTube みたいに私みたいに一生懸命撮る人もいない、いるかもしれないし、家のお掃除をする人もいるかもしれないし、インテリアショップに行ってこうね、なんかこう、おしゃれなものを買って家に置く方もいらっしゃるかもしれませんし、ね、旦那様とどっかにお出かけして、 美味しい食事を食べて帰ってくる方もいらっしゃるかもいませんし、えー、いろんな方がいらっしゃると思うんですが、えー、皆さんあの今日もお幸せにね、あの楽しく、えー、私も皆さんと一緒にね、あのこれからもたくさんあのいろんな時間を過ごしていきたいというふうに思っていますよ。ということですね。では、はい、休日です。皆さん楽しんで時間を過ごしましょう。それじゃあ、バイバイありがとう